ボートレースってどこが面白いの？まず、プールが超でけんだよ。プール？池でやるんじゃないの？バカ、何言ってんだよ。海にある巨大なプールだよ。平和島ってところにあってさ。島？わざわざ離島？離島じゃねえよ。大田区にあんの？へ<ー>その超でっけえプールをすっげえ勢いでブワーっつってズバババーだよ。ブワー。ちげえよ。ブワーっつってズバババーだよ。ああ、やっぱ行かなきゃわかんねえかな。わかんねえよな。うん、明日行こうぜ。え、ごめん。私いいや。ボートレース平和島。 せったく、私いいやって言ったのにどうしてもって言うから来たけどえ、えボートレース場ってこんなに広いの当たり前じゃん、ボートぶっ飛ばすんだからえちょ、何あれ滝滝じゃんはいはい、いちいち騒がない滝、すご、おっきいてか魚晴れた早く行かないと始まるって見た今魚がああ、始まった見て見てね？どこどこ ボートレース平和島きゃーきたきたじゃーおーきたーあ、勝利者インタビューえ、女子選手もいるのつかこれ女子の大会,の大会ちょ、見てほら普通に可愛くないあの人、まあそうだね意外、超意外あ、夕日え、あれ富士山綺麗だな今日楽しかったよ、すごく分かっただろう、ボートレースの楽しさうん、てか、払い戻しはえ、あ、あ ボートレース平和島